球団会館は東京都千代田区区段南に所在する施設。旧称は軍人会館。ホールやレストラン、宿泊施設などを備え、結婚式やイベント各種などに使用されていたが、東日本大震災による天井崩落事故の影響で2011年4月に廃業した。2017年9月に財務省関東財務局が実施した一般競争入札により、 東急不動産が落札した。東急不動産は、城郭風の建築様式を残しつつ、地上17階建ての複合ビルに建て替え、2022年に再開業する予定である。1928年11月10日に挙行された昭和天皇の即位の礼を記念する昭和五大礼記念事業の一環として、軍人会館の名称にて投資設の建造が計画されたのが始まり。 在京軍人会が計画を主導し、同会主催のコンペで選定された設計案をもとにした実施設計を経て1932年に、帰港2年余りの歳月を費やして完成させた。完成後は計画の主導役を務めた在京軍人会が、自らの本部を投資設内に設置したほか、戦前、戦中期を通じては主に軍の予備役、交尾役の訓練、 宿泊に供された。終戦後、財団法人軍人会館の解散により、国有資産とされたが、連合国軍新中に伴い GHQ に接収され、アーミーホールの名称のもと、新中軍宿舎として使用された。新中軍撤退に伴い接収解除となった後、国は投資説の払い下げを講じ、最終的に日本遺族会に対し無償払い下げを行うことに、 なったものの、不動産取得税の納付にも事欠くほどだったという、同会の財務状況を鑑みた国は、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償化し付けに関する法律を別途交付かつ施行、これに基づき同会に対し当施設を無償対応するに至った。名称も、九段会館に改められ1957年に再開業。 無償対応を受けた日本遺族会が宿泊、結婚式場、貸しホール等の各事業を運営してきたが、東日本大震災発災時にホールの天井崩落事故で死傷者が出たことから、土地、建物ともども日本国政府に返還、廃業に追い込まれた。屋上には安国神社の文化美が祀られているほか、陸軍大将、野木マレスの家子も建てられている。このうち、 安国神社の文化見に関しては、戦時中に安国神社が戦災に見舞われた場合に備えたものであったとされている。解体中の九団開館原安在教軍人会が主催した投資設に係る検証設計協議で一等賞を受賞をのが一等賞を受賞した前期検証設計協議における審査員の一人軍人南満州鉄道。 一般人からの寄付で賄われたほか、昭和天皇からのご家資金もあった、神殿、チャペル九段定味の店千なり九段迎賓館、コーヒーラウンジ屋上ガーデン客席数千百十二、座席の列番号表記は、いろは順。2001年度2003年度中に、改修工事実施美容室軍人会館に設置された、会員司令部と、立証する、この絵兵日本遺族会運営のもと、菓子ホール、 宿泊、結婚式場などの各事業が展開されてきている。桜開花シーズンには皇居の桜を眺望できることから花見を兼ねて食事ができるプランを設定。5月から9月は屋上ガーデンスペースを利用してビアガーデンを開設。コンサート会場としてロックやフォーク系統でホールをコンサート会場として使用するケースは少なくなくデビューコンサートを開くものも存在する。 国内では1978年にサザンオールスターズがデビュー。奥花子2006年9月22日やビッグママ2010年12月25日は自身デビュー以来となる初ホール公演の会場として選択している。海外からはフライングブリトーブラザースエクスタシーやケビンウェアーズが初来日公演の会場として使用してきている。 フォークシンガーの細壺はじめ系は、ステージから3階のお客さんの顔が見える。とても身近で安心感のようなものをもたらしてくれると印象を語るとともに、音響については音が自然に跳ね返ってくる。ナチュラルな音の帰りがあるので、リバーブを足したりすることをせずしても歌いやすいと評価している。映画上映会場として、一般向け試写会であるプレミア試写会の会場として、 当施設が使われた例として、2007年1月公開の夢中や、同年6月公開の木更木、2009年3月日本公開のパッセンジャーズ、2008年米国にて制作、2010年6月公開のチョルラの歌などが存在する。2007年9月29日に公開されたクローズドノートにおいては、ヒロインのホリーカエが所属する。 マンドリンクラブのコンサートロケ地として、同年11月3日に公開された、オールウェイズ族3丁目の夕日においては、ヒロインの星野六史が見に行った映画館のロケ地として、いずれも当施設が使用されている。その他東日本大震災に見舞われた2011年3月11日、当施設内ホールでは、東京観光専門学校の卒業式を、挙行していた。 震度5強の地震により、ホール全面のラスモルタル釣り天井が広範囲にわたり、客席に崩落し、同卒業式の出席者593人のうち、客席に座っていた同校非常勤講師の女性2人が下敷きになり、死亡、その他多数が重軽傷を負い、トリアージが行われた。崩落した釣り天井の重量は53キロニュートンで、あったが、 1934年の竣工当時から、釣り天井の改修や補修は行われておらず、フック状の金物を天井裏の骨組みに引っ掛ける簡易な構造であったことから、地震によりフックの一部が外れ、バランスを崩し、釣り天井がブランコのようにぶら下がり、客席に放落したと推測されている。投資設を運営する日本遺族会は2011年4月12日に、 緊急の理事会と評議委員会を開いて、事後の対応について協議した結果、同日付けにて施設の運営を廃止し、土地も含めて国に返還することを決定、厚生労働省に通知済み、さらに同年6月30日付で従業員全員を解雇することも決めた。一方で、歴史的建造物であることに加え、全国の戦没者遺族にとって、 心の拠りどころとなっていることから、前期4月12日の緊急理事会、表現会では建造物としての投資説の保存を国に対し要望していくことも決めている。さらに2012年2月28日には、約10年にわたり、日本遺族会会長を務めてきた。 政治家で自民党元幹事長の小賀誠が前期天井崩落事故で死亡者を出した責任をとって同会長を辞任している。ホール釣り天井が崩落し、卒業式を挙行していた東京観光専門学校の非常勤講師二人が死亡したことをめぐり、遺族が創始配人及び投資設を運営する日本遺族会会長小賀誠の二人を崩落防止の義務を怠ったとして、 東日本大震災から約2ヶ月経過した2011年5月12日、業務上過失致死傷罪の容疑にて、警視庁工事町警察署に刑事告訴した。刑事告訴を受けて、警視庁は捜査を進めてきたが、事故発生当時、釣り天井に監視明確な耐震基準が策定されておらず、その中で日本遺族会は、 国が定めていた範囲の定期検査は実施していたとして、死亡した二人について、自己予見可能性は問えないと判断。そして2013年11月8日、警視庁は遺族らが求めていた前期2名の、業務上過失致死傷罪での立件を見送ることを決め、起訴を求めない旨の意見書をつけて、東京地方検察庁に、書類送付した。刑事告訴した遺族は、 同時に損害賠償の民事訴訟を提訴する考えも示している。政府は釣り天井脱落防止の規制強化の必要性を認識し、建築基準法施行令改定を定めた国土交通省平成25年国時第771号が2013年8月5日に交付、翌年の4月1日に施行された。脱落により重大な危害を生ずる恐れがある。 釣り天井を特定天井と定義し、新築建築物では新基準への適合、既存の特定天井にも落下防止対策や定期点検を行うことを義務付けた。2013年秋、閉鎖され建物がそのまま放置されている現状について、早急な解決を望む小川のを受けて、自民党衆議院議員で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する、 法律や観光立国推進基本法などの成立に関わる等の実績を有する盛山商人が厚生労働省や財務省などと協議を重ねながら法改正も含めた建て替え対応策を練り上げていった。そして民間企業に国有地を貸し付けて建設させるといういわば PFI 的手法を利用して構想建築物に建て替えた上でその竣工した 建築物の一部を日本国政府が取得して日本遺族会に改めて無償対与するというスキームをまとめ上げた。加えて、このスキームの実行に際し必要となる財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償化し付けに関する法律の改正案も作成、同改正案は2014年5月15日に開かれた。 自民党厚生労働部会で了承を取るなどした上で第186通常国会の会期末が押し迫る同年6月17日に議員立法の形で衆議院に提出された当該改正法案は衆議院本会議で可決したものの参議院に送られた段階で会期末を迎え継続審議扱いとされたその後第2次 安倍内閣が改造されてから最初に開会した第187臨時国会のやはり会期末が押し迫る2014年11月18日に継続審議扱いとされていた参議院において先に審議が行われ翌11月19日に参議院本会議において可決その日のうちに衆議院に差し戻され2日後の11月21日に開かれた 衆議院本会議にて可決、成立。11月28日に法律として交付され、即日施行された。2015年8月31日、関東財務局は、当施設に係る建物調査等業務の一般競争入札を講示した。当時は、半月余り後の9月18日に、入札並びに改札を行うこととされていた。 前期2011年4月12日に開かれた日本遺族会の緊急理事会、表現会において施設の運営廃止等と共に決定された建造物としての保存を日本国政府に対し要望する請願については、可決、成立した前期改正案に付帯決議を採択、添付する形で反映されている。ありがとうございます。